クイズ王どっち現役高校生 VS 高学歴芸人。瞬発力のクイズでは早押しは高校生に軍配が上がりましたけど、これね、一矢報いるように頑張ってください、はいね、頑張りたいですね、はい、うん、今回のテーマはいくつ書けるかな教養対決、はい、ということで、今から問題を一つ出させていただきますけれども、はい、この問題には答えが複数あります。でそれを制限時間1分間の中で、答えていただこうという、そういったクイズでございます。さあということで、今から出す問題には、答えが11個あります。さあ1分間の中でできるだけ多く、はい、問題。 M1 グランプリで優勝したことがあるコンビ11組、最大11組、できるだけ多く答えてください。どうぞ。はい、結構芸人作れないと。俺有利でしょ。そうですよ。恥ずかしい。10、9、8、7、全部変えたんじゃない？6、5、4、3、2、1、終了。さあということで、じゃあまずは高校生チームからいきたいと思います。回答オープン。よいしょ。はい。さあということで、一組ずつ、丸を。こっちも一緒につけていきましょうか。あ、そうですね。そうですね。はい。はい、じゃあいきます。中川家第1代、はい、増田岡田。あ、増田岡田。フットボーダーは。あー、あーやばい。あ、書きました。アンタッチャブル。お、昔が抜けてるな。ブラックマヨネーズ。よかったね。チュートリアル。書きました僕は。サンドウィッチマン。書きました。ノンスタイル。俺は書いた。俺は書いた。パンクブーブー。この書いた。笑い飯。あー、トレンディエンジェル。あー、そうだ。以上でございます。トレンディエンジェル。今年のやつ。そうですね。マジで。さあということで、高校生チームは6個。うん、そして芸人チームは全部やで、11個ということで芸人チーム勝利。さすがですね。芸人チームはただこれやっぱ高校生やっぱ、はい、あんまお笑い見ない。いや、ちょっと最近のも受けたんですけど、うん、ちょっと昔のがやっぱちょっとわからない。いや、まあ、でも今回チャンス問題でしたけど、ちょっとね、うん、高学歴芸人チームの勝利ということで、はい、以上いくつかけるかな教養対決は、高学歴芸人チームの勝利でした。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんはシューベルト。